EB4Y-2B に搭載されたスワドマーク9 a s m n 2バットとはアメリカ軍が第二次世界大戦末期に開発した世界初の自動誘導可能な誘導爆弾である。ASMN-2 は最後の故障でボム MK57 ついでスワド MK9 とも呼ばれた。なお、ドイツ国防軍がこれに先行して フリッツ X や HS293 といった誘導爆弾を開発、そして実戦に投入してかなりの戦果を上げている。が、誘導方式は手動式で操作手が近距離から目視でラジコン操縦するというものであった。アメリカ軍の武器開発組織である合衆国海軍武器局は特殊な爆弾スワードシリーズを開発していた。 そのうちの一つがこのスワド MK9 である。スワドは主に誘導爆弾であり、テレビ誘導、レーダー誘導、目視誘導などの方法が試されたが、そのほとんどが失敗した。中にはハトを誘導装置として使用するものもあったようだが、失敗に終わったようである。バットは1942年に開発が開始された。誘導方式はレーダー誘導で、母機から発射後。 自動で目標に向かっていくという自動追尾システムを備えていた。それは機種にレーダーを備えており、そのレーダーの反射波をたどり、目標に命中するというものであった。このシステムは現在世界中で使用されているハープ運と非常に近い方式ではある。開発は標準局で行われた。機体構造は主に鋼鉄とベニヤ板である。百四十五年に開発が終了。 実戦配備されることになる。ただしその誘導方式の性質上、起伏のある地上では、使用不可能、対艦船に対しても、ドックなどの遮蔽物が近くにあると誘導されないという弱点があり、使用用途はかなり狭いものであった。初使用は1945年の4月23日、アメリカ海軍の VPB-109 が、ボルネオ島ワリクパパン港に停泊する。 日本側の船舶に2機を放ったのが初である。戦火は命中したという説はあるものの撃沈は確認されていない。なお、4月23日に撃沈したという資料があるが、感染資料を照らし合わせると、その日時にバリックパパンで撃沈された戦闘艦は存在しない。また、5月にボルネオ島近海で日本海軍駆逐艦を 数隻撃沈したという説もあるが、これも感染資料上で確認すると駆逐艦がその付近で数隻撃沈されたという記録は残っておらず、信憑性は非常に薄いと言わざるを得ない。確認できる戦果としては5月27日に朝鮮海峡で解剖艦アグニが艦首切断の損害を受けている。これは米側記録では駆逐艦を撃沈したことになっている。 また、VPB-109 は5から6月に中国近海から南朝鮮、九州にかけての地域で盛んに貨物船や小船舶を攻撃しており、この地域で損害を受けた日本側船舶の中にバットによる戦火が含まれる可能性がある。しかしながらそれらの戦火は確認されていない。また、VPB-123 及び VPB-124 デモバットは使用されたが、これらの部隊による戦果は確認できない。また、ビルマにて橋破壊を行ったとする資料があるが、これは誘導方式からして、橋に誘導するのは不可能であるし、第 1ASMN-2 が装備されていた部隊は当時すべて偵察兼爆撃部隊であり、ビルマ内陸まで偵察範囲とは考えられない。これは、 アゾンの戦果であるとする資料があり、こちらが正しいと考えられる。終戦までに2580機が生産されたが、その大半は未使用で終戦を迎える。また、1947年頃に誘導ミサイルとして再度分類されている。戦後は、海ンユーコルセアなどの航空機からの投射試験も行われたが、配管に対する発射実験は極めて失望的なものであった。 この原因は船や航空機からのレーダー干渉によるものと判明した。これはアメリカ軍自身がフリッツ X を無力化したのと同様の電子妨害で実戦では容易に誘導を妨害できることを意味していた。1953年頃にバットの改良型の開発が計画されたがほどなく兵器リストから削除されバットファミリーの歴史は終焉を迎えた。バットは戦火。 兵器としては失敗作であり、その後その技術が直接的に発展した兵器は存在しない。だが、兵器史上初の実用自動誘導爆弾であるという点にその成果はあり、兵器史の中では重要な1ページであると言える。木又茂雄、日本解剖感染史201から202ページ。ありがとうございます。